はい、月曜日仕事終わりました。今日ちょっと涼しいですね。なんか雨降る予報になってるんで多少涼しさがあるんですけど、走りやすくていいですね。いつものように6キロから18キロ行きます。できれば長く走りたいですね。明日雨予報なんで今日距離を稼いでおきたいです。じゃあそんな感じで行っていきます。よし、いただきます。さっきね、こう落としたんですよ。こう見て、大丈夫かな、弾けないかな。あー、いただきます。瞬殺氷が足んない。本日のお供はこちら。見栄えがすげえ悪いな餃子ですね。いや、うまい、絶対餃子うまい。トップバリューのあの冷凍食品なんですけど、いただきます。うまい。うまいね。ビールと餃子って一番合うよね。今日の練習の報告ですね。17キロジョグプラス、流し4本プラス1キロダウン、合計18キロちょっとですね。流し入れると18キロちょっとですね。ペースが最初の6キロぐらいは4分30秒ぐらいで、まあ、そこから7キロからは4分10で、最後ラスト3キロぐらいはどんどんペース上げてったんですよね。3分50、3分49、3分46、最終的に多分3分46ぐらいまでは上げたんかな。まあ、ちょっと意識的にペース上げてみました。まあ、っていうのも最近ずっとペース気にせず長い距離ばっか走ってたんで、今ってどんぐらいスピード出せるんかなみたいな、まあ、ちょっとペース上げてみた感じです。まあ、今日は結構意外とペースもスルスルスルと上げきれて、まあ、って言ってもなんかフォームも結構もうジョグのフォームじゃなくて大振りのフォームになってたんで、ジョグ3分40ぐらいまでだったら上げきれるなって感じでしたね。まあ、ほんでその後流しを4本入れたんですけど、結構流しって最近入れてなくて、ずっともうただジョグするだけで満足してたんで、まあ、今日流し入れてみたんですけど、いや、ハムストが外れそうだった。マジで取り外し式かと思ったわ。あの掃除機のあのカパって外すみたいな、あんなイメージであれ、こうハムスト取れんじゃねって思って走ったんですけど、まあ、今日の練習の報告はそんな感じで、本日準備してるのがあって、いつものこれと実はこちらとこちら3つ準備してるんですよ。サムネ用に撮っとこう。ありがたいことに僕の動画をきっかけにこのバリアルを飲み始めてみたっていう人も多くて、どうすか、めっちゃ美味しいでしょ。僕自身これしかほとんど飲んだ記憶がないんですけど、他のやつってどんな味するんだろうなと思って、今回味比べをしようかなと思って買ってきました。これだけじゃなくて他のやつを飲んで味を知ることで、よりこいつの素晴らしさが分かるっていう動画にしようかなと。で、これが一応糖質 50% オフのバリアル、これが多分ノーマルなのかな、クリアな飲み口オレンジのバリアル、多分これが一番普通で、これがバーリアルのリッチテイスト、贅沢な味わいとキレ。ちなみにこの3本の違いはアルコールも若干度数が違うんですよね。これ 4%、 これ 5%、 これ 6%。 だから手軽にシンプルにこれがいいのか、アルコール欲しいなって時はこっちにするか、糖質が気になるなっていう方はこっちにするとかですね。って言ってもこれも1缶あたりの炭水化物は糖質は5から10なんで、え、これ糖質全部5から10なの。あ、これだけ糖質が高い。これ糖質が11から18。この2つは糖質はほぼ一緒かな ?5 から10グラム。カロリーがこっちがちょっと高いですね。158。こっち112。で、これ美味しかったらこっちの方がいいんじゃねえじゃん。アルコール高いし。で、これちょっと飲んでみたくなった。これもね、さっき落としたの。じゃあいただきます。これの方がよりちょっとビールに近いのかもしれないな。なんかちょっと悪酔いしそうなこの後残り感がある。日本酒の感じに似てる気がする。僕日本酒飲むとマジで一気に記憶なくなるんで、本当日本酒は飲まないようにしてるんですけど、日本酒のなんか後残り感がする。
あのファーストインパクト。うん、でもうまいね。じゃあ次これいきますか。オレンジ、これも今さっき落としたのでプシューっていっちゃった。ではいただきます。あ、ちょっとオレンジの味する？イメージだけかな。イメージってかあれかな。ちょっと口直しさせて。味がわからない。ちょっと直で言っていいですか。一緒、正直一緒、全然わからん。いやごめんなさい、これもうごめんなさい、あのバリアラ失格かもしれん。めっちゃ一緒だわこれ、全然わからん味が。だからこっち165キロカロリー、こっち158キロカロリー、糖質こっち11から18、糖質5から10、アルコール5、アルコール6。完全こっちの方がいい気がする。この2つだったらこっちの方が優勝。じゃあいつものやつ飲んでみますか。これはさすがに味違うでしょ。ああ、これだけやっぱちょっと味が違うね。え、ちょっと待って、ちょっと待って待って、やべ、餃子の味しかせん。餃子の味が残ってる。一番遠いやつと遠いやつで比べてみるか。 4% と 6% の一緒だね。全然わからん。全部結局一緒だったわ。あのねマジでわからん。一緒、完全一緒。ただあの3本をあのこれは交互に飲むもんではない。なんか変な悪酔いしそう。だから結局じゃあ一緒だったらこれが絶対一番いい気がするな。うん、優勝おめでとう。編集がねほんと大変。まあご褒美はこちらイタリアンプリン、絶対うまいよ。あとこれ今日の居酒屋飲んべえは先にこれ食べよう。いやマジで編集大変。イタリアのプリンって何、こういう風な、これイタリアなの。フィランツェの風が流れてんのこれに。カロリー252キロカロリーに糖質は 18.1。 これでも糖質低いね。でも量少ないのか。ではイタリアの風を感じていきましょう。イタリアのプリンって何、硬いのがイタリアなのかな。なんかめっちゃ硬い。今までスイーツで酷評したことなかったけど、これなんかあんまり美味しくないかもしれない。まあマスクは全然ない。うまいっちゃうまいけど、確か150円ぐらいしたんですよ。普通のスイーツよりちょっと高くて、めっちゃうまそうだったから買ったんですけど。ごちそうさまです。うまかったよ、うまかったよ、全然うまかった、全然うまかったです。でん、本日、うお、すげえ、一番当たりきたんじゃないこれ。本日はとりあえず生でセットです。これ絶対当たりじゃん、一番の。うぃ、ビールサーバー、うわ、ぶっ壊れそう。このレバーが引けるんですけど、すげえ軟弱軟弱。でしかもシール付きだよ、シール。そしてみんな大好き生ビール。スポ、てな感じかな。今日の動画以上ですご視聴ありがとうございました。どうもランニング食堂です。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。これからも日々の練習、マラソンが楽しくなるような動画を投稿していきますので、チャンネル登録何卒よろしくお願いします。 Twitter では普段のジョグや食事、趣味投稿してますので、概要欄からフォローのほどよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。